アブドゥラザクトラオレは、コートジボワールアビジャン出身のプロサッカー選手。ブリキナファーソ代表、ギレスンスポル所属。ポジションは、フォワード。2006年、ローゼンボリビー系にフリーで加入。2007年8月、ノルウェーの地元市がトラオレが、コートジボワールで、休暇中に襲われ暴行と盗難の被害に遭ったと、報じた。2007年11月、ワールドサッカー誌が、 世界の有望な若手選手50人の一人に選んだ。2008年10月24日、練習中にチームメイトに暴力を振るい、罰則としてシーズンの残り2試合に出場できなくなった。2010年8月20日、エクストラクラサノレヒアグダニスクに移籍。8月28日のシロンスクブロズワフ戦で移籍後初出場。9月21日、 ポーランドカップグールニクザブジェセンで遺跡後初ゴール。25日のリーグ戦でもゴールを挙げた。2013年1月15日、スユペルリグのガズイアンティプスポールにフリーで加入。トラオレ自身はコートジボワール生まれだが、両親がブルキナファソ出身のためブルキナファソのパスポートも所持していた。 2011年3月27日に行われたサッカーナミビア代表との試合でブルキナファーソ代表初キャップありがとうございます。